き支配者、リドル寮長のおなーりー。リドル寮長、万歳。うん、庭のバラは赤く、テーブルクロスは白、完璧な、なんでもない日だね。ティーポットの中に眠りネズミは…って…おや、いなくてもいいか。そんなに急に変えなくたっていいさ。ジャムはネズミの鼻に塗らなくたって、スコーンに塗れば。絶対ないとダメじゃなくて、あったっていいにしていけばいいだけだろ。そうだね。ああ、結局庭の片付けとか今回の準備とか全部俺らがやらされたんだけど。まあまあ、寮長の体調も何事もなく回復したわけだし。お庭にフォトジェニックな飾り付けもできたし、俺的には大満足。早く料理が食べたいんだぞ。オッケー、では早速。ちょっと待って。え、その白いバラ、塗り残し。はあ、エースちゃん、デュースちゃん、ちゃんと塗ってって言ったじゃん。僕たちのせいですか。リドル、これは。なんてね。もうバラの木の1本や2本で罰したりしないさ。本当？リドル君、乾杯。みんなで塗れば早いだろうしね。チェ、塗るのは変わんねえのかよ。まあまあ、それでも本当に変わったな、リドル。もう1秒も我慢できねえんだぞ。さっさとバラでも何でも塗ってパーティーだ。それじゃあみんな準備はいい？寮長のわびタルトは結局どうなったの？ちゃんと作ってきてるよ。これ、このイチゴのタルトは僕が作った。形は少し不格好だけど、イチゴの艶を出すナパージュを塗るひと手間もかけてるし、初めてにしては上出来じゃないか。甘やかし入りました。ほっといて実食といきますか。あ、レアなタルトの写メ撮るから、切るのちょっと待って。はい、オッケー。先輩もマジブレないよね。じゃあいただきます。はっ、これは
に材料を測ってルール通りに作ったんだ。そんな間違いはないはず。もしかしてオイスターソースを入れたから。もしかしてクローバー先輩が冗談で言ってた道印。だってトレイが昔レシピには載ってないけど美味しいタルトには絶対隠し味でオイスターソースが入ってるって。なわけねえだろ。ちょっと考えれば嘘だってわかるでしょうが。しかもこれ隠し味っていうのしょっぱさじゃないよね。どんだけたくさん入れたの？だって適量とか言われてもわからないだろ。何 cc 使うのか正確に教えておいてくれないと。まさかあの冗談を真に受けて本当に入れるやつがいたなんて。そうだね、バカだな僕。まずすぎて笑えてきたな。つーかこれも笑うしかなくね。でもなんかこれはこれでうまい気がしてきたんだぞ。あ、それわかるかも。案外悪くないね。ダイヤモンド先輩もクリーム並みにゲテモノ食いじゃないですか。いやいや、そんなことはないって。このタルトは甘くないから悪くない。え、お前甘いもの嫌いだもんな。トレイ君なんで知ってんの？俺甘いもの苦手だなんて誰にも言ったことないんだけど。ドゥードゥルスートを話のネタにするふりでよくケーキの味を変えさせるだろ。全然顔には出さないけど、もしかしたら甘いものが嫌いなのかなとずっと思って。ああ、バレてたんだ。うわ、はっつ。トレイ君、リドル君の件もそうだけど、その思ってたけど言わないってのも良くないと思うな。次の何でもない日はキッシュも焼いてやるからな。そりゃどう思う？ケーキ並みにフォトジェニックなやつにしてね。トレイのお菓子はいつ食べても絶品だにゃ。はーむ。もぐもぐ。チェーニャ、なんでここに？ん？なんでもない日だからお祝いに来ただけさ。おめでとう、リドル。なんでもない日はハーツラビル寮の伝統行事。君には関係ないだろ。それはそっちの人たちも同じじゃにゃの。あ、お前、この間だったニャーニャー喋る変なやつ。そういえば結局お前はどこの寮なんだぞ。そもそもチェーニャはうちの学園の生徒じゃない。ナイトレイブンカレッジの長年のライバル学校、ロイヤルソードアカデミーの生徒。え？違う学校の生徒？しかもロイヤルソードアカデミー？今、ロイヤルソードアカデミーって言ったか？あの気取った奴らの仲間が来てるって？なんだと？どいつだ、すぐ追い出してやる。おっと、それじゃあタルトも食べたし、俺は帰るとするかにゃ。逃げたぞ。おえおえ。なんかみんなが
急に殺気だったんだぞ。ナイトレイブンカレッジの生徒は高確率でロイヤルソードアカデミーを敵視してるからね。100年も永遠負け続けてれば。そう、まあまあ、お祝いの日にそんな暗い話はなしなし。今日は何でもない日のパーティーを楽しもうよ。腹がはち切れるまでごちそうを食ってやるのだ。何でもない日万歳。いいな、パーツラビルのやつら今日はごちそう食いまくりのパーティーらしいっすよ。サバラクローにもそういう腹が膨れる伝統ないっすかね。晴れた日の昼間にケーキやらクッキーやら食いながら楽しいパーティーだ。虫ずが走るんだ。それよりラギー、例の件だが。任せてください。ちゃんと準備進んでるっすよ。あいつらがのんきに茶を飲んでられるのも今のうちだ。気取ったマリウスの奴もな。覚悟しておけ。